と、ごめんね。ここにあったやつちょっと、ね、写しました、うん、ちょっとね今からね伸びてくる時タイミング申し訳なかったけど、ここだとちょっとね郵便配達の人こっちだと通路になっちゃうからさ、良くないと思ってね、うん、ごめんね、ありがとう。ちょっとなんか息上がっちゃいましたね。今日は休みなんだけどね、まあでもいいっすね、こう目が出てくる生命の芽吹きというか、まだちょっと春には早いけど、まだね2月3月寒くなると思うけど、でもちょっと今日は暖かくて、なんかこう球根のねこう芽も出てきてね、なんかこうちょっと今日は春を感じれる、なんかこうちょっと気が早いけどそんな雰囲気で、やっぱりこう春の訪れ僕大好きでね、サラリーマン時、飲食サラリーマン時代もやっぱり一人暮らししててね、こう通勤の時にこうちょっとこう植物たちが芽吹いてる春のね訪れのタイミングで、なんかこう嬉しくなってたものですね。通勤の時もね、今もすごく嬉しいですね。花もやっぱり楽しいですからね、いろいろ、まあ園芸で家庭菜園できる季節がもうそろそろ近づいてくる、まあ今からねこういろいろ動いていきたいですね。土作りとかね、生ゴミ堆肥がもう結構すき込んでるんですけどね、いっぱいね作物栽培して収穫して食べる様子ね皆さんにお伝えできれば嬉しいですよね。やっぱりこういいですね、土いじりとこう天気日光浴びて理由抜きに、やっぱりこうすごくなんか嬉しくなりますよね。セロトニンが出るような感じがしますね。土いじりってセロトニン出そうですよね。